爬虫類を愛するあまり爬虫類に変異、タノビール様の登場だ。娘っ子は一人も逃がさないよ。俺の子を産め。この雰囲気、ただもんじゃねえ。やべえ、ヒーローやめたい。あの人は地上最強の男と言われているヒーロー、キングだ。キング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 。この度は誠に申し訳ございませんでした。この変態キングさん、やっちゃってください。どうしてこうなった。怪人の気配を感じ取って来られたんですか。でも忙しいんだ。いませんでした。解散だ解散。へえ、帰った。ドキドキシスターズ2初回限定版、早く帰ってプレイしよう。怪人よ。様子を見ましょう。 S 級ヒーローのキングだな。俺を地上最強の男、 S 級ヒーロー7位のキングと知ってのことか。貴様を殺しに来たと言っている。この音何だ。キングさんが戦闘態勢に入った時に鳴る音だよ。いいか、これは我の戦闘 AI の性能テストでもある。こいつロボットか。組織って何の話だ。分かった。だが一度トイレに行かせてもらおうか。変異を我慢しながらでは実力の半分程度しか出せない。俺を殺しに来たか。怖え怖えよ。俺は強くなんてない。キングエンジンってなんだよ。この通り人一倍、いや何十倍も臆病なだけだ。たまたま俺の目の前に凶悪な怪人が現れ、目を閉じている間に誰かがやっつけていた。た場面に何回も出くわした。それだけなのに誰かが戦ってくれてる。使った。なんとか無事に帰れたけど、夢に出てきそうだな、あの怖いロボット。名前を決めて。名前か、どうしよっかな。キングでいいんじゃね。ヒーロー名はちょっと、さすがにキングお兄ちゃんなんて誰かに。え、何この人。なんでここ22階です。困るな、勝手に人の家に上がり込んでもらっちゃ。この俺が S 級ヒーローと知ってのことなのか。知ってるよ、キングだろ。怪人にはもう興味なくなったのか。もしかして強くなりすぎて戦うことが嫌になったのか。緊急避難警報、 M 市上空に巨大怪鳥出現、災害レベル鬼する。俺は行くけど。驚いた。戦わないのか。違うんだ。言わなければ言わなければ。絶対。その話マジかよ。強い評判も経歴も全部嘘だったって。